柳川町は、福島県伊達郡にあった町である。2006年1月1日、同じ伊達郡の伊達町、小原町、両前町、月伊達町と合併し、伊達市となった。福島県北東部、伊達郡最北部に位置していた。西は、福島県伊達郡国見町、小原町、南は同じく、伊達郡両前町、東は、宮城県伊う郡丸森町、北は、 宮城県白石市に接し、人口2万326人、面積82.93平方キロメートル、ほぼ中央阿武隈川と広瀬川が流れ、国道349号、阿武隈急行線が通る。昭和29年に、旧柳川町が東大江田村と合併し、昭和30年に五十沢村、富野村、山不入村、白根村、阿波野村,村、関本村と合併し、 最終的な柳川町の形になる。なお、旧大江田村は一度東大江田村と西大江田村に分離し、一度はどちらも国見町と合併したが、昭和29年に大浅東大江田は柳川町に移っている。2005年の時点で大江田地区は東西が二つの町に分離していたが小学校は中心集落に一つしかなく、 柳川町と国見町の共同運営という珍しい形態であった。なお、中心集落である柳川の地名は、阿武熊川、または広瀬川が酒の良好な魚場で、柳が築かれていたことに由来するという。古くは柳川と表記したが、聖徳元年に初代柳川藩主の松平義政が、柳川を柳川に改めた。福島盆地に位置するため、 典型的な内陸性盆地型気候で夏は猛暑となる。アメダスの柳川観測記録も毎年1年に何度かはその日の全国最高気温をマークする。冬の最低気温は現冬季で氷点下5度程度。冬季の積雪は1から2週間に1度10センチメートル前後というケースが多く、数日ですぐに溶ける。年に2、3度。 20から30センチメートル程度積雪することがあるが、これは柳川では大雪と呼ばれる、いわゆる雪国という状況ではない。柳川町北部の五十沢地区、東大枝地区は福島盆地の北端で南向きの斜面となるため、特に温暖である。源の頼朝の欧州藤原市西伐の折、隣町の国に長厚かし山,山裾やが、決戦場となった。 伊達氏の記録によると、そこで功を建てた、日立国中村省の中村氏が、源頼朝から、伊達軍、忍武軍を配慮し、伊達氏を名乗るようになった。それ以来、豊臣秀吉による、伊達政宗の天保までの約400年、柳川町は、伊達氏の支配下となる。特に、室町時代には、伊達氏が柳川城を本拠地として、欧州丹大に任せられることにより、 中世庭園が築かれ、多くの寺社が建立され、繁栄する。伊達市が戦国時代、米沢に本拠地を移した後は、柳川城は重要な市場として使われ、伊達正宗が宮城地方に転保された後は、合図に入法したガモ氏の市場となり、ガモ氏の後、江戸時代初期までは、上杉氏の支配となる。その後、幕府直轄になったり、柳川藩になったり繰り返しながら、 幕末を迎える。幕末には、まさき藩になったこともあった。一方、幕末から昭和初期までは、養蚕で栄え、カイととも呼ばれた。カイの温暖育を発明し、飛躍的な繭の品質向上を果たして、全国から買い付け人が来るなど流星を極めた。町には、多数の旅館や金融機関が開業し、歌舞伎座もあった。現在町内に残る、古い、 大きな民家は、幕末明治の繁栄した時代に建築された建物が多い。大手繊維メーカーである日東棒が福島で創業したのも、柳川を中心とする福島盆地の養蚕産,産業と無縁ではない。また、千葉県桜市にある国立歴史民族博物館にも柳川の養蚕文化に関する展示があり、温暖育のために柳川の中村前衛門氏が、 幕末に考案した日本初の寒暖系、開古当たり系のレプリカも展示してある。キーと相場の暴落に従って、養蚕一式だった農業は、果樹栽培に添削が進み、特に大正年間に五十沢塾で考案された、伊王訓場星垣、安保柿は特産品として名高い。柳川の中央部を広瀬川が流れ、柳川城の地形が仙台城の地形と類似している。 伊達政宗が、伊達軍を没収されて、仙台に移った際に、ふそ伝来の地である、伊達軍の広瀬川を仙台を流れる川の名として付けたとも伝えられているが、実際にはそれより250年も前の南北長期に、仙台の川が広瀬川と呼ばれており、この伝承は間違いと言える。ただし、現在仙台にある寺社の少なくない数が、もともと柳川にあったものを、 米沢岩手山仙台と移していったことは、記録にある、高等学校、編集中学校、編集小学校、編集幼稚園、編集保育所、保育園、編集幕末、江戸幕府が対ロシア政策のために、江戸地を一時的に直轄地にした折、江戸地の正木藩を一時的に柳川に転校し、柳川が正木藩となった。藩主たちが正木と、 両川を往復したことによる、ゆかりの品、文化も多く、その縁で、まさ町と姉妹都市提携を結んでいる。全国的な平成の大合併の動きの中、伊達郡ではまず旧町で、任意合併協議会を設置して、合併を検討してきたが、伊達郡北部よりも福島市との結びつきが強い、道郡南端の川又町と飯野町が離脱し、残る七町で2003年12月、 公定合併協議会、伊達七町合併協議会を設立した。新氏名は、工房元に、伊達氏に決定。北海道に、伊達氏がすでにあるが、総務省から、既存氏から異議がなければ問題はないとの回答を得ると、共に、北海道伊達氏からも、新氏の名称を定めることに対し、異議を唱える立場ではないとの回答を得たため、最終的に、新氏名は、伊達氏に決定した。しかし、 その後2004年9月に、小織町が離脱を表明して、同11月に、達六町合併協議会に、改組を解明した。さらに11月には、国見町長選挙で、合併反対派の町長が当選、合併賛成を議決する町議会と対立して、国見町の合併が不透明になった。そのため、2005年1月、伊達六町合併協議会は、無期休止となり、 残る5町で新規に、伊達5町合併協議会を設立し、3月1日に、この5町で、合併協定書に調印した。1月から9月まで、伊達6町合併協議会と伊達5町合併協議会が並存することになったが、9月30日に、伊達6町合併協議会は解散した。伊達5町合併協議会は、伊達市が誕生する前日である12月31日に、 解散予定。視聴者は、本庁舎が平成17年2月に完成した旧小原町役場となり、分庁舎が旧柳川町役場となった。視聴者機能は部署によって、本庁舎と分庁舎に分散し、例えば市庁室や議会、総務部などは本庁舎だが、教育委員会や福祉関係の部署は、分庁舎となる。また利便性を考え、現在の建町、役場、良然町役場、 月立町役場は市役所支所となる。基本的に合併後も各町の独自性を残す分散型合併で、住民サービス関連窓口に関しては、いちいち市役所まで出向かなくても、それぞれの地域の現町役場で済ませることができるようになる。農業が盛んで、特に果樹の特産物が多いが、工業団地もある。生誕の工業団地には、 太陽誘電グループのザッツ福島の工場があり、国内最大の光リスク生産工場となっている。道の区国立軍は、江戸時代中期に天領となって、以後、より一層養蚕が奨励された、蚕ととして知られた、立軍柳川では、中村禅衛門が蚕当たり家を発明して安定的な養蚕の実現した。伝統的な養蚕は清涼育と呼ばれる自然の温度で蚕を飼育する。 天候に左右される不安定な飼育だった。幕末には人工的に温度や湿度を管理して、解雇を効率的に飼育しようとする温暖育が試みられるようになったが、関と経験による不安定さを払拭できなかった。中村前衛門は乱放医の体温計をヒントに解雇当たり計を発明し、初めて温度、湿度を正確に管理する温暖育が可能にした。なお、天領の時代。 柳川の木とは、江戸幕府指定品だ。18世紀後半、日本の主要な三種産地は、六国信立地,地方と上野国長沢と下佐国欠場だったが、当時年間25万枚生産されていたという、種紙のうち18万枚は新立地方の生産だった。温暖育と合理的な人口交配による養産業の効率化で大規模経営化が進んだ。 伊達郡一体の養蚕業では、産種業、養蚕業、生糸業などの分業化が進み、合農が誕生し、各地から集まる買付人のための関連産業なども発展した。江戸時代後半には、様々な養蚕技術書がまとめられて、広く養蚕農家に普及し、品質向上に寄与している。また、養蚕研究と相まって民間の学問や産術も盛んになった。 また五十沢村の庄屋であった獅子戸氏は、江戸の三池と提携して、柳川一帯の木糸を江戸に出荷し、財を成した。その財で、江戸幕府の氷人小執寺の再建、江戸城北の丸小執寺の再建などに、多額の寄付をして、幕府より、永世名字縦脇を許されている。養蚕広く、上垣四国町、1803年間、国立科学博物館の展示。 田島国洋府軍の養蚕研究家だった上垣四国は田島国での養蚕業発展のために毎年のように新立地方を訪れて研究しその成果を養蚕広くとしてまとめた養蚕広くは養蚕指導書として広く普及しシーボルトも帰国する際に持ち帰りヨーロッパでフランス語やイタリア語にも翻訳されたこうしてヨーロッパに紹介された養蚕技術書は フランスのパスツール研究所でもテキストとして使用され、特に後輩技術は遺伝学研究の貴重な資料になったと言われる。明治に入ると養産景気を当て込んで、新立地方には100以上の銀行が乱立し、日本銀行福島支店も設立された。その後、柳川には大正3年に産業試験場が設立され、昭和42年には、 福島県農業短期大学校産業科も併設された。しかし、養産業の社用化とともに勢いを失い、昭和50年代後半には、養産農家はほとんど廃業、農業短期大学校産業科も東アジアからの留学生受け入れが中心となり、平成元年には廃校となった。その後、産業試験場は、 福島県農業試験場を柳川市場として整理され、さらに平成18年3月31日には、平常となった。柳川市場の解雇に関する研究は、平成18年4月に、福島県郡山市日和田町に解消した、福島県農業総合センターに引き継がれている。現在、柳川で、養蚕農家は数軒しか残っていない。養蚕農家の多くは桑畑を、 果樹園に添削し、桃、リンゴ、アンポガキ生産の果樹農家へと転身している。製紙業者はメリアス産業などに転業した。2006年の時点で、旧柳川町を含む伊達市には15軒の農家が昔ながらの養産業を営んでおり、また400年来の手作りの製法で真綿を作っている工房がある。入金真綿として市場に出荷されている。この製品は、 全国で唯一現存する機械を使わない完全手作りの高級まわたとなっている。こうした柳川を中心とする伊達軍の養蚕文化は千葉県桜市の国立歴史民族博物館でも第三展示室の民衆文化のコーナーに養蚕文化として常設展示している。国立歴史民族博物館には中村前衛門が発明した解雇当あたり系のレプリカが展示されているが 福島県伊達市立柳川小学校にはその実物が現存する。全国には柳川以外にも群馬県、埼玉県、和歌山県、鳥取県、熊本県など各所に明治昭和初期に養蚕景気に湧いた地域があるが、いずれも現在は衰退している。町中央部を流れる広瀬川の川床で約2000万年前の哺乳類、パレオパラドキシアの化石が発掘された。 前足以外はほぼ全身骨格が揃っている貴重な化石である。実物は福島県立博物館に収蔵。柳川町商店街にあるショッピングモールパレオはパレオパラドキシアの名前にちなんでいる。福島交通柳川営業所が所在していた。ありがとうございます。